チーズ。チーズとは、牛、水牛、羊、ヤギ、ヤクなどクジラ玉、ひずめめの半数をする家畜から得られる乳を原料とし、乳酸発酵や柑橘果汁の添加で、酸乳化した後に、加熱や酵素、レンネット添加により、風飲酒成分とする、固形成分、カードと液体成分、保衛に分離して脱水した、食品、乳製品の一種。 伝統的に乳脂肪を分離したバターと並んで家畜の父の保存食として牧畜文化圏で重要な位置を占えてきた。日本語や中国語での看護表記は北魏時代に編纂された生民用術に記されているモンゴル高原系の乳製品加工の記述を出典とする歓楽である。チーズがどのようにして発見されたのかは正確には定かでは、 ないが、アラブの商人が、羊の胃袋を干して作った水筒に、ヤギのミルクを入れて、砂漠を旅していた途中に、砂漠の疲れとのどの乾きを癒そうと水筒を、開けたところ、中からミルクではなく、澄んだ水、乳製等柔らかい白い塊、カードが出てきたというのが、最初のチーズの発見であるという説が、有力だされていた。ところが、2012年になって、 紀元前5000年頃の世界最古のチーズ製造の痕跡がヨーロッパのポーランドで発見された。このの道具はメソポタミア文明よりも古く、チーズ製造が中東ではなくポーランドあたりの中央ヨーロッパで始まった可能性を示唆している。この人類最古のチーズの原料はヤギの父であり、また現在のポーランドでも多くの種類のヤギニューズ、いわゆるシェーブルチーズが存在する。 いずれにせよ、チーズは、近東からヨーロッパにかけての地域に広まり、メソポタミア文明を築いたシュメール人をはじめ、古代キリシアやローマ帝国においても広く、食用とされた。ホメロスのオデッセイアには、フェタチーズへの言及があり、プリニウスの博物誌やアリストテレスの著作にもチーズについての記述がある。ローマ帝国崩壊後も、ヨーロッパでのチーズ利用が衰退することはなく、 逆に各地で特徴あるチーズが多数生産されるようになっていった。ヨーロッパでは特に各地の荘園や中道院において特色あるチーズが生産されることが多かった。中世においてはチーズは脂肪分の多いものが沈徴されており、そのため15世紀頃にウルターニュやオランダ、フランドル、イギリスなどでバターの生産が盛んとなるとチーズの質では 山岳地帯産のチーズの方が名声を得るようになっていった。ただし、チーズの利用はヨーロッパや中近東においては非常に盛んであったが、インドでは古代インドの参加州、リグベーダにチーズを勧める歌があり、パニールなどのフレッシュチーズは盛んに使用製造された、もののレンネット仕様の熟成チーズはついに登場せず、日本や中国など東アジア地域においては、 戦費系の支配者など、北アジアの遊牧民系勢力によって、たびたび導入されたものの安定して定着することが認められないなど、地域的に非常に偏りのあるものだった。こうしたチーズ利用のない地域に、チーズが普及していくのは、ヨーロッパ勢力が各地に勢力を広げていく19世紀以降のこととなる。19世紀半ばに入ると、 工業的にナチュラルチーズが大量生産できるようになり、ヨーロッパやアメリカにチーズ工場が建設されるようになった。1874年にはデンマークでレンネットが工業的に量産できるようになり、1904年にはアメリカでプロセスチーズが開発され量産されるようになった。日本においては東アジア全般の例に漏れず、チーズ利用はほとんど存在しなかった。 アスカ時代の645年頃から、父牛の伝来と飼育が始まり、または祖、よび大吾と呼ばれる、チーズの一種が製造されていた。700年11月には、朝廷が諸国に、その製造を命じ、八世紀から十世紀にかけては、その製造が続けられていたとされるが、平安時代末期頃から廃れていった。開国し、明治時代になっても、チーズの独特の風味はあまり、 日本人に好まれず、普及にはさらに多くの時間がかかった。日本において初めてチーズが製造されたのは1875年に北海道開拓市においてであった。1933年には北海道の遠浅において日本において初めてチーズ工場が設立されたが、チーズが本格的に普及するのは第二次世界大戦の終結後のことである。 ただしこのチーズは1951年頃に製造の始まったプロセスチーズがほとんどであり、ナチュラルチーズは生産も消費もほとんどなされていなかった。しかしプロセスチーズの消費量は食生活の洋風化と共に急増を続けた。この急増には1970年代に普及の始まったピザや1980年代に普及したチーズケーキなどのブームによるところも大きい。 この下地の上で初めてナチュラルチーズが受け入れられていくようになった。チーズの主な原料は土の中にあるタンパク質の一種カゼインである。カゼインには分子中に浸水性の部分と素水性の部分があり、これがミセル状となって液体中に浮遊するために土は白く見える。この土に乳酸菌を加えて pH を酸性に変え、 さらに連熱と、レンネット、漁乳酵素を投入して、カゼイン分子の浸水性の部分を加水分解により、切り離すと、カゼイン分子は、繊維状に連鎖して集合して沈殿しめる。これを凝乳という。凝乳には、蒸気の乳酸発酵とタンパク質分解酵素による、もののほか、酸性化を、食酢やレモン汁などといった酸の直接添加、沈殿生成を加熱による変性によっても、同じことが起き、 この乳酸発酵、酸の添加、タンパク質分解酵素添加、加熱の組み合わせが主要な漁乳生成手段となっている。漁乳したカゼインは繊維状の集合体が熱運動によって収縮することで水及び水溶性成分と分離して沈殿し、土は保ー乳性という液体部分とカードという沈殿物とに分かれる。このカード部分を取り出したものがチーズの原型。 フレッシュチーズとなる。フレッシュチーズとして販売される場合はここで製造は完了であるが、それ以外のチーズにおいては、この後、カシオや微生物による熟成工程を経て様々な種類のチーズが作られることとなる。カード部分は必要に応じて切って、さらにホエーを排出させた後、型や枠に入れて固め、塩をすり込んだり塩水につけてカシをした後、冷暗書において熟成させる。 チーズの種類は、この熟成工程で決まる。フレッシュチーズ内にある、乳酸菌の活動によって、乳糖は乳酸に、タンパク質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸などに分解され、そこからさらに様々な成分が生成される。ここに、プロピオン酸菌属などの細菌やカビなどを添加して、多様な作用を生じさせることで各種のチーズが作られる。この加工時に加温。 カーツなどの工程を加えて保存性を高めるなどの工夫が凝らされている。チーズの原料には様々な種類の乳チチが使用できるが、主な原料となるのは牛、牛乳、羊、ヤギの3種の動物の乳チチである。中でも最も広く使用されるのは牛の乳チチであり、市中に出回っているチーズの原料は特に指定がない、限りほとんどの場合牛乳である。羊の乳は、 脂肪分が多いための濃厚な味わいが特徴とされる。また、ヤギの乳は特有の匂いがあるものの、これも広く好まれる。チーズの一つである。この他にも、水牛や薬などからチーズが作ることができる。また、ラクダの乳は、脂肪の構造が、牛などとは異なるためチーズを作ることは困難では、あるが可能ではあり、その希少性ゆえに、ラクダチーズは高級品として高く評価されていた。 アラブ首長国連邦のドバイでは世界で初めて商業的にラクダチーズを生産販売する会社が現れ世界各地への売り込みを図っている原料や加工法によってチーズは細かく分類され1000種類以上あるとされるチーズは基本的にナチュラルチーズとプロセスチーズの2つに分けることができるナチュラルチーズは牛乳から直接作られるのに対し プロセスチーズは一旦作られたナチュラルチーズと化し、それを再び乳化剤を添加して固めて作られる。ただし、プロセスチーズはあくまでもナチュラルチーズから作られるものであり、他のものから作られるわけではない。プロセスチーズは溶解時に加熱殺菌されているため発酵が止まっており、長期保存が可能となっている。また加熱すると伸びたり分離する。 ナチュラルチーズに比べて安定しており、そういった変化は起きにくいが、ナチュラルチーズに比べて、独特な風味は薄いものが多い。ナチュラルチーズの分類にはいくつもの方法があるが、一般的なものとしては、牡蠣のように、フレッシュチーズ、白カビチーズ、ウォッシュチーズ、シェーブルチーズ、ヤギニューチーズ、ブルーチーズ、半硬質チーズ、硬質チーズ、ハードチーズ、 超高質チーズの8種類に分けることが多い。これは外観や硬さによる分類である。シェーブルチーズが独立した分類となっているのは、ヤギの乳の成分がレンネットであまり漁をさせることができず、牛や羊の乳とは根本的に異なる作り方をするためである。またこの性質のため、シェーブルチーズはあまり大きくすることができず、小さなものが多い。フレッシュチーズは、 基本的に熟成させないものであるが、軽く熟成させるタイプのものも存在する。フレッシュチーズは生鮮食品であり、出来立てが最も美味しく出来て数日以内に食されるものである。味は熟成工程を経ないために原料であるミルクの味が強くで、酸味が強いものが多いのが特徴である。白カビチーズ、ホワイトチーズは外皮に白カビを植え付けて熟成させたもので、 柔らかく、クリーミーな味わいが特徴である。また、チーズの表面に塩水を吹きつけるタイプのチーズが、ウォッシュチーズである。青カビチーズ、ブルーチーズは、白カビチーズとは逆に、内部に青カビを植え付けて熟成させるもので、そのため内部にも青カビの菌糸が入り込んでいるのが、特徴である。味としては、刺激があり、また、塩分の強いものが多い。半硬質、硬質、 超硬質チーズはいずれもプレスして、ホエーをよく抜いた構成させるのが特徴であり、そのため大型で保存性も良い。また、こうしたチーズの分類とは別に、完成したチーズに様々なフレーバーをつけることも広く行われており、フレーバーチーズとして一つの区分となっている。フレーバーチーズの中で最もよく知られているものは、スモークチーズであり、これは出来上がったチーズを、 燻製の製法と同じようにいぶしたものであり、ナチュラルチーズでもプロセスチーズでも作られる。フレーバーチーズにはこの他に、素材であるカードそのものにフレーバーを添加して作るもの、出来上がったチーズの外側にフレーバーをかけたりつけたりするもの、そして出来上がったチーズをほぐして、フレーバーを混ぜ込み、再び成形するものがある。フレーバーとして添加されるものは、各種ハーブやスパイス、ニンニク、 ナッツ類、ドライフルーツなどがある。添加されたフレーバーによって様々な場面で使用され、特にナッツやドライフルーツを添加されたものは、デザートとして使われることが多い。以下は、比較的よく消費されているチーズの主要産地、別一覧である。さらに詳細なリストは、チーズの一覧を参照のこと。直接食用とする場合、フランス料理やイタリア料理をはじめとするヨーロッパでは、 レストランのみでなく、各家庭の日常の食事においても、チーズは、主菜の後とデザートの前の間の口直しとして、灯れる。ワインを共に飲む場合、チーズによって、それまでの主菜と比べて、ワインの口当たりの変化が楽しめる。前菜として出てくる場合は、サラダなどに入れた一部として供されるのが普通である。ただしイタリア料理の場合、モッツァレラチーズはそのまま、前菜。 アンチパストとして供することもある。また居酒屋、フツブラスリー、イトラトリアなどでチーズ盛り合わせ、チーズプターといった単品メニューのみをオーダーすることもできる。イタリア料理、パルミジャーノレッチャーのチーズや、モッツァレラチーズやテクスメックス料理、チェダーチーズ、モントレジャックなど、チーズが欠かせない料理もある。インドでは、菜食主義者の割合が多く、 一般的にインドの菜食主義者は動物の摂食の回避を目的としているため鶏卵も食べない。そのため多くの人が乳製品からタンパク質を補給しフレッシュチーズのパニールを使った料理が豊富である。インド料理の菜食のメニューの半数ほどはパニールかダヒ、ヨーグルトを使っている。中国にもチベットの役のチーズや料理に用いられる。 ルーシャンやダイラ牛乳などの特殊なチーズがある。その他、パンにそのまま練り込まれたり、サンドイッチの具やピザにも使用される。溶かしたチーズを具につけて食べるチーズフォンでもある。パスタにも粉チーズを食前に適量振りかけたり、またカルボナーラパスタ等のようなチーズを利用した、パスタ料理も多数存在する。また、日本においては、ちくわやかまぼこなどにも練り込まれることがあり。 その他チーズ使用料理は非常に多数に上る。チーズをそのまま使用するだけでなく、スプレー缶に封入されて食品に吹き付けて使う、イージーチーズなどもある。菓子としても、チーズケーキをはじめとするケーキや、クッキー、クラッカー等にも使用され、クラッカーはクリームチーズ等を乗せて食することもある。和菓子とも相性は良く、せんべいなどによく使用される。チーズ類を使った、 せんべい類のものはメーカーによってはチーズを書きとこれる場合もある。厳密にはチーズを名乗れないが、チーズの乳脂肪を植物性脂肪に乳タンパクを大豆タンパクなどに一部置き換えたコピー食品としてアナログチーズ、代替チーズがある。乳製品を一切含まないものもある。原料コストを抑えられ、ドイツでは年間10万トンが生産されている。 日本でも2007-2008年の原料乳、価格高騰で注目された。本来のチーズと比べて、コレステロールが低い、牛乳アレルギー患者や、ビーガン、動物性食品を全く摂取しない、ベジタリアンでも食べられるなどの利点がある。世界最大のチーズは28.5トンで1995年、カナダ・ケベック州のアグローバラクノー組合が、 スーパーマーケットチェーンの注文で制作したもの、大人のカナダ人が1年で消費するチーズの2500人分の量に匹敵する。2011年に世界で最もチーズを生産していた国はアメリカ合衆国であり、ついでドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ポーランド、エジプト、ロシア、アルゼンチン、カナダの順となっている。一方、チーズの輸出においては、 アメリカの順位はかなり後退する。輸出額ベースにおけるチーズ最大輸出国はドイツであり、以下フランス、オランダ、イタリア、デンマーク、ニュージーランド、ベルギー、アイルランド、アメリカ、オーストラリアの順となる。また、輸出量ベースにおいてもドイツが1位となり、以下オランダ、フランス、ニュージーランド、イタリア、デンマーク、サウジアラビア、アイルランド、アメリカ、 ベルギーの順となっている。チーズの輸入においても、ドイツは質量ともに1位を占めている。輸入額ベースにおいては、ドイツ、イタリア、イギリス、フランス、ロシア、ベルギー、スペイン、アメリカ、日本、オランダの順となっている。また、輸入量ベースにおいては、ドイツ、イタリア、イギリス、ロシア、フランス、ベルギー、スペイン、オランダ、日本、 アメリカの順となる。チーズ貿易においてはドイツは輸出入ともに世界最大であり、イタリアやベルギーも輸出入ともに多い。フランスは輸入も多いが輸出はそれ以上に多い。オランダはその傾向がさらに顕著で、チーズ生産は輸出にかなり軸足を置いたものとなっている。デンマークやニュージーランド、アイルランドもチーズ輸出がチーズ生産のかなりの割合を示す。 こうした国々に対しチーズのかなりを輸入に頼っているのはイギリスである。ロシアやスペイン、日本もチーズ貿易においては輸入を主とする。一人当たりのチーズ消費量はチーズを利用する文化が古くから根付いていたヨーロッパ諸国や地中海諸国及びそこから分派した新大陸の諸国がランキングの上位を占めている。2011年において 最も一人当たり年間チーズ消費量が多かった国はフランスであり、一人当たり一年間に2 6 3ラムのチーズを消費していた。これに次ぐのがアイスランド、ついでギリシャであり、以下ドイツ、フィンランド、イタリア、スイス、オーストリア、オランダ、トルコ、スウェーデン、ノルウェー、チェコ、イスラエル、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチン、ポーランド、 ハンガリリー、イギリスの順となっている。日本においては、ナチュラルチーズも3万9000トン、2005年ほど生産されているものの、生産量は国内消費量の15%弱に過ぎず、大半は輸入に頼っている。毎年多くのナチュラルチーズが輸入され、国内でプロセスチーズに加工されるかそのまま消費される。2013年に最も日本が ナチュラルチーズを輸入した国はオーストラリアであり約9万3000トンが輸入されていた。ついでニュージーランドが6万3000トンで続き、この2国で輸入の3分の23位のアメリカ3万トンを含むと80%近くがこの3カ国からの輸入となっている。なお、それ以下はドイツ、イタリア、オランダ、デンマーク、アルゼンチン、フランスの順となっている。 日本のチーズ消費量は戦後から2000年頃までは急増を続けており、その後は増減を繰り返しつつ微増傾向となった。2013年の日本のチーズ総消費量は29万5000トンだった。これに伴い、1968年には一人当たり年間130グラムと1キログラムにも満たない消費量だったもが、 2010年には1人当たり2 0ラムとなり、2012年の1人当たりチーズ消費量も1人当たり2 4ラムまで増加した。アンドリュー・ドルビー、チーズの歴史、ブルース・インターアクションズ、2011年 ISBN978 から4から860204266。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。